JC レディオ2018ミッションニューフロンティア第5回イエーが聞こえてこないのはね、我々2人だけ、2人だけ、まさかの、今日はね、ちょっといつもより違う感じでギュッと1個の事業をね絞ってご紹介したいと思ってますので、はい、それがなんとなんとなんと、ついに我々広報発信委員会の担当事業が来ました。すごいテンションだね。お呼びしますって自分が来る、そうなんだよね。そういうほわほわっとした感じになるので、この後のパート JC トピックスでは、うちの広報発信委員会の有能な副委員長2人、秋野副委員長、千早副委員長、この2人が、講師の方を連れてきてくれます。今迎えに行ってます、はい、で残念なことに、とてつもない展開できます、はい、私仕事でこの後駐座します。あら、お疲れ様です。私仕事ないんでずっといます。それはそれでちょっと困るね。まあ5ヶ月もやってきてようやく自分たちの授業話せるってなんか ね嬉しいんだけど、誰もすごいね、イエーイとか言ってくれる人がいないっていう、たった2人のトーク、どうする、これで1時間ぐらいやってみる。ありがとう。延々ってやってみる。全然 FM 相模さんがいいって言うんだったら喋るよね。2人で JC あるあるって。一番聴取率の低い時間帯でどれぐらいの人が聞いてくれるかっていう。でもそういうコーナーもゆくゆくしたいよね。ね、あっても面白い。なんか前回出てくれた佐藤壮和さんの時にも言ったけど、このラジオ聞いてる人で どれだけの人がJC の授業に反響があるのかってやっぱそこまでまだ分かんないから、そうだね、そう、だからぜひともね、次やるうちの授業ではもちろんこのラジオの力でお客がパンパンになるってことを私は願っている。なる願っている、パンパン、願っているけど次のパートでそれを喋るからもうちょっとこのくだらない投稿だな、2分30秒くだらない投稿、くだらない投稿、なぜ時間を置いてしまったのかな。こう逆取りが、まあそれはいいとして、まあ自分たちの事業がまあ大体ね、どの委員会も1年間1個か2個あるんだけど、俺らの事業ってこれ1個だけだから、1個だけだね。テーマは何だっけ。スターライト光る初動総選挙エピソード1。おお、スターウォーズの偽物みたいなやつだね。そう、スターウォーズじゃなくてスターライト、スターライト世界で一番宇宙に近い街相模原からラブレターを送る。なるほどね、どれも嘘にしか聞こえないけど。まあ相模原っぽい授業だと俺は思う。これね、聞いてる人たちもスターライトって言われた瞬間に笑ってほしいよね、うん、ちなみにね、これラジオじゃ分かんないと思うんだけど、スターライトってこうカタカナで言ってるじゃん、そう、星の光と思うけど違う、スターライト、スター LIGHT のライトじゃなくて WRITE、 核バカじゃねえのっていう授業をねやりますので、この後の授業の面白いところは、私仕事で駐座しますので、はい、有能な副委員長2人が素敵にまとめてくれます。それでは JC トピックス今月行ってみよう。はい、行きましょう、どうぞ。JC トピックス、はい、では今月の、JC トピックスですけれども、はい、今回来ていただくのは、5月例会を行ってもらう、広報発信委員会ですって言っても自分たちなんですけれども、はい、今回いつも他の例会の時はその担当する委員会の方に来ていただいているんですけれども、5月第2例会を行うのは、私たち広報発信委員会が行います。では5月何をするか、副委員長の、まずあれですね、はい、副委員長の秋野くん初出演ですけど、初出演ですね、はい、では秋野くんにまず光る初動総選挙の中身を、中身を少し話していただきたいなと。はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、相模原市内で、小学生、小学生児童かな、はい、を対象としました、書道を集めるコンクールのような、形の授業を行っております。はい、まあ、意味合いにおいては、相模原の JAXA ですね、はい、JAXA の方が、行っているはやぶさ2の期間にちなんで、はい、そのメッセージを書いた書道を集めるような、はい、総選挙の事業を行っております、はいはい、ということで今あれですよね、子供たちから
そう一般品作品を、はい、目標250部そうです、ね、を、目標としてたんですけども、はいはい、秋の副院長と千早副院長が毎日のように仕事をしないで今500ぐらい、はい、予定だと500ぐらい、あそんなにそんなにでしたかそんな来そうだよ ね, ますそうだよ ね, これね、展示しきれないぐらい集まっちゃ う, う、ね、展示しきれないぐらいで逆にそこの悩みが今出てきてるかなというのが、はい、はい、いいですか、いいです、それが、いつやるんでしたっけ、はい、概要としましては、展示会をですね5月の26、27の同日ですね、はい、相模大野のステーションスクエア、アトリウム、南北自由通路ですね、改札出たもう目の前の広い吹き抜けになってるところ、ね、はい、クリスマスツリーとか桜の木が、はい、ね、はい、うん、イベントの時出てるところですね、はい、でこちらで行わさせていただきます。で、開票の総選挙ですね、総選挙 の, その結果発表の日がですね5月29、火曜日ですね、の、18時から、同会場、相模大野のステーションスクエアアトリウム、南北自由道路、あ、自由通路ですね、はい、にて開催いたします、表彰式を、はい、はい、分かりました。今ちょっとまだ企画中なのでそこの部分、あの表彰式のね、はい、あのサガミンが来るとか、あ、はい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 、宇宙服を着た人が来るとか、そうですね、ジャクサにちなんで、そう、はい、まだ言っていいのかどうか、そうですね、うん、微妙なところなんですけど、まあでもね、あの相模原市から講演はいただいてますので、はいはい、この授業は、確実に行われますので、はい、そこは問題ありません。で、リュウグウという惑星が飛んでて、今回ね、前回は糸川に向かってたんで、はい、今回リュウグウ距離が3億キロメートル、想像できないですね。想像できないですね。で今回あのプレスリリースで世界で一番宇宙に近い街相模原からのラブレターということでプレスリリースを結構ロマンチックな大げさに書いてしまったんですけど、ど、はい、まあ、子供たちがね今日も、午前中お昼と何箇所か回ってまた作品回ってたんですけど、はい、あれですね、習字は今、なかなか習字教室通ってる子供も減ってきてるし、はい、授業もなんか今ダンスの授業があったり、うん、なるほど、あと、ね、英語パソコン、はいはい、ね、うちらが小さい頃にない授業が増えてきて、うん、習字がだいぶ減ってきちゃってるということで、うん、ただ学校の先生はやはり習字世代の人ですね、やりましょうと言うと、はいはい、うん、あ楽しそう、やろうやろうと言ってくれるので、うん、ぜひこれが、今回書道連盟さんの方からもですね、はい、結構協力していただいてるんですけれども、習字がまた相模原で流行っていったら、はい、習字の街相模原、うん、面白いですね、世界一、宇宙に近い町なのに習字もやるまあいろいろ押していきたいと思うんですけれども、で、それが表彰式が5月29日火曜日の18時から、はい、1時間ちょっとでしたっけ、そうですね、はい、はい、でその後19時から何を行われるんでしたっけ、で19時からですね、ちょっとセミナーの方を、はい、どう会場にて行わさせていただければと思っておりまして、はい、こちら内容いいですかね、概要、はい、概要大丈夫ですか、はい、はい、事業タイトルとしまして、今更聞けないインスタ映え、はい、インスタの技教えちゃいますと、お、はい、すげえ、表しまして、講師の方を招いてですね、はい、セミナーの方を、同会場にて、はい、はい、行わさせていただきます。確かにもう今更聞けない、結構流行ってるけどね、そうですね、うちらおじさんたちは、そうですね、本当のインスタの使い方が合ってるのかどうか、はい、手探りで手探りやってます、はい、私も、そうですね、写真上げてもなんかいいねとかもつかないと、はい、これ多分間違えてるんだろうな、なるほど、やっちまったから消そうかなとかって思うもんね、はい、分かりました。で、なんとなんと今日スペシャルゲストが実はいるんですけど、はい、はい、でその、5月29日表彰式の後19時から、インスタの講師に来てもらう、大塚先生、はい、講師、はい、ティーチャー、ちゃ、なんて言ったらいいのかあれですけども、ちょっと今お呼びしていますので、はい、はい、ではご紹介いたしましょう。では大塚先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。